本日はビーズのゼロの曲のベースの解説をしてみようかなと思います。あの曲はもともとリフがあるわけですよね。ダルデデ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 デっていうね、なんとなくねダルデルデルデっていうところだけはあのレッドゼッペンのブラックドッグに似てるんですけどね、なんかモチーフではあると思うんですけど、そこから先全然違うんで、なんで僕は最初全然気がつかなかったんですけども、そのダルデルデルデデデデデっていうのも全部ユニゾンにするっていうパターンとかもいろいろ試したんですよね。あのこの曲はネムの里っていうところのそのレコーディングの合宿、三重県のヤマハのリゾートなんですけども、そこでレコーディングスタジオがあって、でそこでデモのレコーディングとかをしながらリハーサルをしてたっていう、撮ってちょっと聞いてみてっていうのが簡単にできるっていう。普通はレコーディングっていうとあのドラムはドラムの部屋でギターアンプは別の部屋みたいな感じでやるんですけども、その時はなんか全部が一緒の部屋でギターアンプとかベースアンプとかにマイクを立ててっていう感じでレコーディングしてると、まあどっちかっていうとだから1980年代よりも前、1960年代70年代ぐらいのレコーディングの仕方みたいな感じなんで、まあ逆にだからそれでなんかドラムの音がギターのマイクにかぶったりとかいろいろするんでね、それはそれであったかみがいったりもするんですけども、でその時にドラリラルデデ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 っていうのがあって、まあ、他の YouTube でもちょっとお話ししてますけども、あのフレーズの一拍目がどこか全然分からなくて、だから本当はブラックドッグと一緒なんですよね。だけど僕がだからブラックドッグをちゃんと分かってなくて、今でもよく分かってないですけど、あれその日の一番最後にやった曲だったんで、それをのレコーディングのやったやつをカセットに入れてもらって、でそれを部屋に帰ってで譜面に起こして、どこが一拍目だっていうのを一光くんと二人でなんかっていうか、僕が勝手に解説してたんですけども、あここが一拍目だとかつって、なんか一光くんも分かりづらいとかって言ってたんだっけな、なんか分かんないけど、でそれで一緒にまあ普通一案としてはあの感じっていうのは、例えばだからそのブラックドッグとかだとあのフレーズがベースが全部同じユニゾンってやつですけど、同じように弾くって1オクターブ違いで弾くっていう、そういうパターンで、まあそれもちょっとやってみたんですけども、なんかハードロックすぎるなっていう感じ、その昔のなんか往年のなんかブルースロックっぽい感じがあるんで、まあねイントロとかねそういうところでそれやって、でもビーズとしてはどうなのかなって、まあ、全然言われなくて僕自身がそう思ったんで、なんでじゃあここはちょっと、8分音符にしようかなって、っていうのがまあ一番最後のあのアウトロのところで出てくるフレーズだったりするんですけども、これのこの長さ、これがめちゃくちゃ微妙なんですよね。なんか僕はまあこれをすごくよく使うんですけども、イージーカムの時でででででで同じ長さなんですよね。テンポは違うんだけども、これねなんか打ち込みでやるとね、実はまあ8分なんですけども、だから要はだから8分音符なんだけど、普通8分音符のスタッカートって言うとこれぐらいに切るのが割と普通なんですよね。なんだけどもこのってのとってのの間よりちょっと短いぐらい、この長さもね、あの最初は打ち込みで作ったから打ち込みでこの長さにするんだけども、8分音符の半分だと16分音符なのね。なんだけどもそれの6連符の2つ分要はだから3連符1つ分の長さなんだよね。だからダダウタタウタタウタタウっていう長さだから、ダダ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 ダウタタ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 、まあだからそこの休符のところが3連符になってるから、そこでドゥケ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 って跳ねてる感じになるのかな、今思いついたけどなんかねあの経験的っていうかな、その打ち込みで作るときに僕がまず最初に自分のイメージの中でこのダダダダダっていうなんかこう重く切ってる感じ、切ってるスタッカートじゃないけども伸ばしてるのでもない、中途半端でヘビーなロックな雰囲気にしたいっていう、そのイメージがあって、どの長さがいいのかなっていろいろやってると、6連符の2つ分ってのが一番しっくりくるってのが分かって、まあだいたいねそういうもんなんですけどね、そうやってなんかちゃんと理屈で割り切れるやつが一番気持ちよかったりも意外とするんですけども、まあ結局そういうことなんですよね。なんかねだから全然その6連符の2つなんて考えてなくて、単にこう感性として弾いてるだけなんだけども、この長さ
だったりします。まあなんか、デスクトップとかでやる人とかだとそれちょっといろいろやってみてください。僕のこの、8の雰囲気になります。もうこの8の長さっていうのは僕なんか自分の中のものすごく必殺技っていうか得意技だと思ってるんで、この曲はまああと基本的にはこの8が弾ければ全部いいんですけども、チャ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 ところだけだから弾く。ベース教室的にはここで割とここちゃんと買って指開いてでちゃんと弾いてくださいっていうのがあって、これがってやるとこのってのがちゃんと全部つながらない。そこでノリが全然ダメになっちゃうんだよね。4ビートとかっていうのは全部音がつながってないとダメで、じゃなくてでこう全部つながってるのがいて、だからその微妙に切れるかちゃんとつながってるかってところで全然グルーブが変わってくるから、ここものすごく大事なのね。でそうするとこのっていうところもなんかちゃんと指を開かないでこうって弾く人すごくいっぱいいるんだけども、プロの人でもみんなこうやって弾いてる人すごい多いし、まあそれはそれでスタイルだなと思うんだけどもっていうやつと、これもだから慣れるとものすごく早く動けるんだけどね。なんだけどやっぱりこの指を開いてやるのとはおのずと違うんで、このノリがなんか2種類あるやつを1種類しか使わないでベースを弾いてるってことになるから、だからそれだけこう表現の幅が少なくなってくるっていう感じだと僕はまあ思うのね。なんで一生懸命だからこういう風ななんか基礎練習とかをこう、みたいなのを昔はよくやってました。今何にもやってません。僕これ今日あのベース弾くのが何ヶ月ぶりかだったりします。はい、なんで何回も何回も編集してますけども、 B メロね、 B メロってなってるので、このとかって割と聞き取りづらいと思うんだけども、まあその前にこのフレーズ、要はだから1度5度ナインス、それもだから1度からナインスにこうスライドするってパターン、これもだからって弾くよりも楽っちゃ楽だし、しかもってこういう感じでなんかこうっていう感じがなんかいいかなっていうので全部だから、まああえてスライドにしてるっていう部分があって、まあここもだからそれだとなんかちょっと違えなって思うときはだからちゃんとこう、僕の場合はだから指が小さいからここがここまでって絶対届かないんだよね、この5フレットの間ってのが。だからこうここでドンドンドン、この G の音を2回弾くじゃん、この2回弾くときにこの小指から人差し指に変わるのね。そうすると絶対に音は途切れないから、そうするとここも綺麗にだから音が途切れないでできるっていう、そんなことも結構やります。だからこうみたいなフレーズがあったとするとみたいな感じでカニさんみたいにこうみたいな感じでこう2つずつこう指がだんだん変わっていくっていう、それもだからみたいな感じでこう全部スライドで弾くっていうやり方もありだし、で僕はよくやるのが一拍目を弾かないっていうパターン、それこそ今言ったやつこう 1,2,3,4 でみたいな感じ、これもよく結構やるのね。これはこのダーンってスライドしたこの次の頭、ここはキックが踏んでるからキック踏むとだいたい全体にトータルコンプがかかるんで、ベースなんてものは聞こえなくなるから、別にだからあの余韻だけ出てりゃいいんで、アタックは絶対出ないから、あの基本的にはそのベーシストは覚えておいた方がいいんだけども、キックとベースが同じ場所に弾くときってのはベースは絶対にアタックはまず聞こえないから、そこの部分以外はね、重なってないところの部分がどう聞こえるのかっていうのが、それが普通の人が聞くときのベースの、あの音色のイメージになる、そこがちゃんと聞こえてるかどうかっていうの、あとはキックのタイミングよりちょっとでももう100分の1秒でも前に行くと絶対にそこのアタック感っていうのがなんか変な感じになるのね。なんだけども
後ろは50ミリセカンドぐらいまで、普通の音楽っていうのは100分の3秒ぐらいまではずれても大体どんな楽器も前も後ろも分かんないのね。なんだけどもキックとベースってのはその100分の1秒でも前に行くと分かるんだけど、後ろは100分の10秒ぐらいまで大丈夫なんだよね。結構後ろは大丈夫なんだ。だからボンって言った時のそのボンってやつがその余韻が結構長いから、その分だからベースのアタックなんてのはもうちっぽけなもんなんでこう隠れてしまうんだよね。どっちかっていうとジャストかジャストじゃない方がいいと思うんだよね。なんか逆にだからベースのアタックをキックと完璧にジャストにしてしまうと両方のアタックがあるからトータルコンプがさらにかかってしまうからものすごく大きいものになるんで、まあそこまでだから考えてベース弾く人っていないと思うし、僕の場合はアレンジャーだったりミックスしたりとかもするからそういうのがあるんだけども、まあ一応知っておいて損はないかなっていう感じ。でもそういうのが好きな人はってことなんだけどね。意外とだからそのちょっと後ろに弾いた方が曲全体としてのその一拍目のアタックっていうのは出るんだ。だから結局それが最終的にだからベースを重く弾いた方がいいっていう俗説につながって、それはものすごくだから正しいんだけどね。それはだからそういうふうな理論的な裏付けがあったりとかもする。だからなるべくベースってのはそうやってなんか重く取るっていう、絶対に走っちゃいけないって。それはまあだからあのドラマーの人からすると、まあこの動画ドラマーの人はあんま聞いてないかもしれないんだけども、キックとシンバルとかもそうで、先にキックが来ないとシンバルが先に来ると結構シンバルがうるさくなるんだけど、キックがちゃんとなってからジャーンってやると結構余韻だけになって気持ちよくなったりするんだよね。そういうのがあったりもするし、まああのバンドとかやってる人はまあドラマーの人に教えてあげるといいと思う。これはギターの田中一郎さんという僕より年上のもっとレジェンドの人とかが言ってた話で、僕もなんかいろいろこう試したらそういう風になったんで、あとはまあこのっていうところのフレーズ、これもたまたま思いついたっていうまあフレーズな、何回か弾いてるうちにこれ思いついて、終わった時にここのフレーズ絶妙でしたねとかって言って松本さんに言われて、他の場所がちょっと気に入らない場所があったんで、もう一回そこのフィルの場所を取り直したのね。そしたら最初の方が良かったなって感じ。今だとプロトゥールスとか絶対残ってるんだけど、その頃はテープだったから全部消しちゃったから、なんでまあ松本さんも気がついてたんだけど言わないでおいてくれたみたいな。だから僕自身もねちょっと心残りだったりするけど、まあでも後から聞きゃ分かりゃしないしね。なんかあれがどんなフレーズだったのか分かんないけど、本当にだから思いついた時のフレーズってのが一番いいんだよね。だからなるべく簡単だから絶対弾けると思っても残しといた方がいいよ。あとはね、これの跳ね物、まあ何でもそうで、まあ最近のなんかキングヌーとかの跳ねる感じとか、ああいうのとかも全部一緒なんだけども、この、この、この、裏から表、これはなるべく短い方がいいんだよね。でこれはだから16分音符でも6連でも何でもなくて、ワン、ツー、スリー、フォーっていう間なのね。ワン、ツー、スリー、フォーで、このダドーンっていうこう表から裏のパターンっていうのは前の方がかっこいいんだ。だからダドーンってよりも、だから例えばだから決めとかでこうダダ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 って決めやるとするじゃん。そうするとダダ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 ってそのまんま跳ねるよりもダダ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 、裏がだから後ろに行ったり前に行ったりするの。でよくみんなが先生たちとかが跳ね物をやるときに、タッカ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 って常に乗ってやらないといけないって言うんだけど、それをやってるとこれができないんだよね。この16がフレーズによって速くなったり遅くなったり。だから、普通の16分音符とその跳ねてるやつっていうのが同時にできなかった。これもだから、ってのも、ってやると、ダサいでしょそうするとドクドドクドドクドクって6連でやらざるを得なくなるっていう。だからその日本人のドラムの人がドンツッドタンツッドンタッドンタカタッ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 っていうのが叩けない。今僕口で簡単に言ってるから簡単な気がするんだけども
キングノーじゃないや、バウンディとかの打ち込みとかだとそれちゃんとやってんだけどね。やっぱああいう、おそらくバウンディの人とかは何も考えないで、ただ感性だけでやってるんだと思うんだけどもね。そういうなんかこう、ストレートの重力っていうかね、ちょっと重めなんだけども、それとだからその跳ねてる感じ、これがタッカタッカって乗ってると、どっちつかずになっちゃうんだよね。だからどっちでもできるような跳ね方で跳ねてしまうから、でそうすると普段の跳ねるダダっていうやつとかは跳ねが甘いって言われるし、それで乗ると普通の16のフレーズとかはタッカタッカタッカってなんかあらよっとみたいな感じになっちゃうから、だからそこが難しいんだよね。だから結局はその細かく乗っちゃいけなくて、最低だから一番細かくて8分音符で乗る。そうするとこうリーフォーンワンテンテンテングレードなんだけども、次の段階として一小節に1回で撮るのよ。ガタッ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 タかっていうのも、もう僕はだから今はもう一拍でも乗ってなくて、何も乗ってないのね。乗ってないんだけども、フレーズを歌としてやってるだけなんだよね。だから体で全くリズムを取ってないの。今あえて取らないんだけどね。だから取らなくても弾けるよっていうことを見せるためにやってるだけなんだけども、そういう風なことだったりします。まあなんかいろんな細かいことをいろいろベースのいろんなよもやま話を しましたけども、こんな感じで、何の話だっけ、あそうだ、ゼロの解説でしたね。ゼロはでもフレーズ的にはこんな感じなんですけどね、まあ所詮ベースなんで肝がちゃんとできてれば全部がちゃんといい感じになるんだけどね。あとは要所要所の話です。はい、聞きたいことがあったらレッスン取っていただいたり、まあなんかいろいろ聞く術はいろいろあると思うので、 DM でも何でもいいです。はい、コメントでも何でもいいんで、まあ、なるべくいろいろちゃんとまめに答えたりとか、あとそれをまたなんか記事にしてこうやってなんか YouTube で喋ったりとか、そういうふうなこともするので、いっぱいなんか ご意見ご希望をお寄せください。レッスンのお金払って受けていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。